たった今、ジャイアンツが優勝を決めました。いかがですか、今年のジャイアンツ。いや、今年ほどジャイアンツの中で、監督、原辰徳監督の采配とか、戦術、選手起用、すべてにおいてね、監督指導の中で完成させた優勝っていうのかな、そういうのを露骨に感じさせるシーズンは今までになかったと思うな。そのぐらいはっきりした、全ての責任を背負った中で答えを出したというね、見事な優勝だったと思うし、とにかく若い選手、戦力を作って優勝できたっていうね、これ一番難しいのよ。俺もやったけど、育てながら勝つっていうね、これは監督の仕事で一番難しいかな。それを本当に実践して形を作って、で隙のない、緊張感をずっと持続させて、常に悪ければ落とされるというね、そういう緊張感も常にあった中で、たるみのないっていうのかな、隙のないっていうか、勝つことに適した中で、しっかり役割分担っていうのかな、選手ここの良さを引き出しながらね、使えた頃には今年のコロナ禍のスケジュールっていうのは本当に厳しい連戦の中で、故障者をあまり出さないような起用法をしたりね、すごい配慮をしながら勝ち取った優勝っていうのは、ね、ちょっとかっこよすぎるんだよな。俺から言われると、またさ、妬みが出るんだけど、俺もさ、そういうのってさ、やれそうでできないんだよね。やっぱりいい選手はどんどん使いたいんだよ。でもそれでも無理をさせないような起用法で変えていく選手が、またその代わりを代行じゃなくて、それ以上の結果を出してくれるというね、チームバランスっていうのかな。そういうのはね、本当いいチームを作ってきたなと。この1年間、すごい手応えを感じてるんじゃないかな、原監督の中で。自分で自分を褒めてあげたいっていう言葉はあるけど、タッチャーの中ではそれが一番今強くあるんじゃないかと思うけどね。今日試合見てて、表情っていうのはどういうふうに感じましたか、原監督。いや、焦りもないしさ、ただこの東京ドームでの試合で決めたいっていうね、そういう期待感というか、ファンと共に喜びたいっていうのはあったんじゃないかな。だからこの30日まで、5連敗して演出したのかなというぐらい、そんなことはできないけれども、そのぐらいやっぱりね、ここまで、持たして東京ドームで胴上げと、いうことかなという感じがしたけどね。これからインタビュー、原監督にもされますけど、どんな話をしたいですか。いや、ま、なんか褒め殺ししてやろうかと思ってさ今年はさ、素直に褒められるシーズンなんだよね。それで、ジャイアンツの歴史上さ、最高の勝利監督と勝利数を上げた監督さんという、それを胸を張ってね、言い切れる、そういう優勝だったんだよね。それに花も添えたよね。だからそこで、今言ったような選手起用にしてもそうだしさ、いろんな方面からの今年の1年間の監督采配ってさ、全てがちょっと格好良すぎたんじゃないのっていうぐらいの、インタビューしてみたいなと思うけどね。どういう反応が返ってくるか分かんないけど、もちろん OB 会長としてお祝いをしなきゃいけないですね。だから OB 会を代表して心からおめでとうって言えるシーズンだと思うしね。やっぱり球界全体を盛り上げなきゃいけない、そういうこのコロナ禍の中でさ、やっぱり暗い話題が多い中でね、明るい話題を提供していくっていうのは我々の一番の仕事だと思うしね、それをできたっていうのはすごく原監督の中では本当に自分で自分を褒めてあげたいということじゃないの。このシーズン、MVP と、この選手がいなかったら決して目立たないんだけど、優勝なかったんじゃないかという裏 MVP と2人ちょっと挙げていただきたいんですけど。突然よくそういう質問してくるねそうだねとは簡単に言えないよ。 MVP で言うなら、ダノン岡本と序盤ね、本当にね、チームの勢いをつけたっていう点では、点を取ることに関しては4番岡本だよね。本当に4番としてどっしり、序盤でチームに勢いをつける、ホームラン、コンスタントに打ってるし、タイムリーもコンスタントに打って、勢いを止めなかったっていうね、それとやっぱり開幕から13連勝の菅野かな、これはもう表に出る MVP だよな。
うん、MVP って何年もいんのか、一人じゃないの普通。まあそうですね、まあ投打、うん、そうですね、うん、でも裏方として言ったらどうだろうな、ウィラーとかさ、うん、ああ途中加入の俺一番はもしかしたら高梨かな。あ、高梨の存在はものすごく監督の中で一番あの喜べる、うん、こんなあの途中からのね、しかも目立たない、最初は高梨って どのぐらいなのと思ってたけど、うん、一番の戦力として仕事をしてくれたっていうかね、中継ぎ陣の中川の後に来る功労者っつったら俺はもう高梨だと思うしね、うんうん、必ず相手の勢いをピタッと止めるというね、そういう中継ぎの柱になってくれたんでね、うん、彼の存在はこの優勝に欠かせない存在だったんじゃないかと思うけどね、うん、うん、でかかったね、はい、うん、じゃあこれから選手にもインタビューがありますんで、はいはいはい、またいろいろ、まあ、あの選手がなどんな気持ちで、はい、あの答えてくれるかね、うん、ハッピーハッピーの雰囲気がね出せたらいいんだけどね、はい、結構ねジャイアンツの選手ねあのカッコつけるからさ、堅物でね喋ってくんないとこあるから、奥ちゃんと二人でさボロボロにしてやろうかと思ってガタガタにしてやろうかみたいな、ね、今日ぐらいはしゃいでみろってさ、うん、俺が一番はしゃいでるこんな感じ、はい、はい、ありがとうございます、はい、おめでとう。